次の歌は今から50年前のオリンピックで起こった出来事のことを長い長い歌にしました。聴いてもらえると嬉しいです。彼の目に恐れはない。
カのオリンピックチームの代表がこう言った。ブラックパワーサリュートしたトミーとジョンの2人は生涯にわたって大きな償いをすることになるだろう。その通り2人はアメリカのスポーツ界から永久追放になり、メディアの攻撃や殺害の脅迫にさらされた。彼の国オーストラリアも当時は白人優先主義、白人以外の移民を制限する白豪主義が取られていた。先住民のアボリジニに対するひどい差別もあった。そんな白人の国オーストラリアに帰ったピーター・ノーマン、どうなった。冷たい周知、黒人の同志の彼はオーストラリアの白人たちから裏切り者扱い、1972年のミュンヘンオリンピック出場資格があったのに彼は代表チームから除外された。アスリートの道を断たれたピーター・ノーマン、教師をしたり肉屋をしたり職業を転々、周りから白い目で見られ、家族ともどもつまはじきにされ、怪我をしたアキレス腱が悪化してへそになった。やがてはアルコール中毒、そしてうつ病に苦しんだ。そんなピーターにオーストラリア政府から名誉挽回のチャンスが。それはトミーとジョンのブラックパワーサリュートを人類への冒涜だと認めて公に非難するということ。もちろんピーターはそんな申し出は受け入れなかった。自分は間違ったことは何一つしていない。ブラックパワーサリュートしたトミーとジョンの2人はアメリカでは実験のために戦った英雄となった。2005年2人の出身校のサノゼ州立大学のキャンパスにはブラックパワーサリュートをする2人の肖像が建てられることになった。サノゼ州立大学のキャンパスに立つ高さ 6.7 メートルの彫像、彫像を手掛けるのがポルトガル出身のアーティストのリゴ23。表彰台の彫像の2位の場所は空白のままだと聞かされたトミーが、それなら作ってほしくないと大学に抗議をすると、ピーター・ノーマン本人が自分を入れてほしくないと言っているという答え。どういうことだとトミーがピーターに電話をした。僕は心から君たちを信じたけど拳は高く掲げなかった。表彰台の彫像の2位の場所は空白のままにしておいてほしい。そうすれば世界中からやってきて
た君たちを支持する人たちがそこに立って、自分がどんな気持ちを味わったのか共有できる。サウンダ州立大学に立つブラックパワーサリュートの彫像、その2位の場所は空白のままだ。しかしそこには言葉が刻まれている。そこに刻まれている言葉は Take a stand。 彼らを支持する者よ、ここに立とう。ここに立って彼らを支持しよう。ここに立って彼らを支持しよう。彼らの戦いを支持しよう。招待されることはなかった。ピーターのマンは名誉回復するチャンスを与えられないまま、2006年10月3日64歳の時に心臓発作でこの世を去った。10月9日メルボルンでピーターのマンの葬儀、棺を先頭で抱えていたのはトミー・スミスとジョン・カーロス。彼は私たちの同志だったとトミーとジョンが言う。アメリカ陸上連盟は10月9日をピーター・ノーマンズ・デイに定めた。オーストラリア政府はピーター・ノーマンに死後謝罪をした。資格のあった彼をミュンヘンオリンピックに送らなかったことを謝り、平等のために果たした彼の大きな役割を理解するのにどーんと長い時間がかかったことを謝った。1968年メキシコシティオリンピックの銀メダリスト、アメリカの2人の国民アスリートが表彰式でブラックパワーサリュートをした時、彼も胸に人権を求めるバッジをつけて一緒に表彰台に立っていた。彼は私たちの同志だったとトミー・スミスとジョン・カーロスが言う。胸にバッジをつけて表彰台に立ったピーター・ノーマン、自分の国からひどい仕打ちを受けてもたった一人に立ち向かった。信念を曲げることなく自由と平等のためにたった一人で戦い続けたアスリート。彼は今もオーストラリアの 200m 競走のチャンピオン。あれから50年の歳月が流れた。今の世界は自由で平等なのか、あなたの周りで差別が行われてはいないか、あなたの周りで人権が脅かされてはいないか、
つの国家や民族が排斥されてはいないか。醜い醜いヘイトスピーチが聞こえてはこないか。たった一人あなたは立ち向かう自由と平等人権のために。決して一人ではない。あなたのそばにはピーターのマン。あなたのピーターのマンがいる。あなたのそばにはピーターのマン。あなたのピーターI'm sorry.